い、こんにちは、ドラムのケンです。今日はですね、ハイハットのテクニックをね学びたい方、ぜひ最後まで見てってください。今の題材、10フィートさんの第0巻でございますよ。この曲はですね、すごいこう、まあ言ってみれば、まあもうミクスチャーロックっていうかね、ポイントになってくるのはハイハットのやっぱり裏のリズムなんですよ。簡単に言うとことなんですけど、まあよく出てきますね、私の動画によく出てくるダンスビートなんですけど、この曲はもうちょっとね、凝ってるんですね。実際にね、ちょっと音源的にどう演奏してるかっていうのは、これにね16ビートがこう混ざってるんですよ。トコ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 トっていうのとっていうのを混ぜてるんですね。はい、この感じがかっこよくて、そうするとどうなるかっていうと、こういう感じになります。はい、でこれをねちょっと2つの側面で考えてみたいんですけど、まず、8ビートの裏打ちのベースで 1&2&3&4&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 
ランチャンランチャン1 and 2 and 3 and 4 and っていう風に考えていって、でそれに、スネアを足します。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and、 はい、これがまず1パターン目で、今度は2パターン目としては16ビートがベース、まずねオープンを学びたいと思うんですけど、オープンをちゃんとやるにはクローズをちゃんとできるようにしておくこと。だからこのオープンしない状態で1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and、 こういう風にもう1 and 2 and って言いながらできるようにしてみてください。1 and 2 and 3 and 4 and、 そうするとあ and のところがオープンになるんだなと、裏打ちなんだなっていう風に思うんですね。1 and 2 and 3 and 4になります。そうすると1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and 4、 待ってて ありますね、はい、これが、この曲の、まあ、主なビートフィーリング。あとはですね後半に出てくるのが、ここはねちょっと難しいです。はい、これねちょっと難しいんですけど、これについてねちょっと解説してみます。これは、トントントントコトコトントントン、はい、こういうねリズムなんですよ。トントントントコトコトン、でこれをまずスネアドラムだけで作ってみます。はい、これに足を混ぜて、はい、トン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 、はい、こういう風にね2パターン目。次、はい、次は右手をですねこっちにします。トントントントコトコトン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 トコトコトントントン、はい、こういう風になりますね。それに今度はオープンを入れられるようにすると。だからその時にまずクローズドの段階で1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and、 これをもう言えるようになってから1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and、 はい、こういう風にねなってるといいと思いますので、ここの部分をねしっかりやっていくといいと思います。はい、じゃあそんなわけで練習したので早速頑張ってみましょう。
聞いてましたね。まあこんな形でですね、今日はですね10フィートの大ゼロ感をですねお送りしましたね。ハイハットの裏打ち、かっこいい裏打ちやってみてください。コメント欄にですねいろんなリクエスト受け付けてますので、どんどんコメントしていただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。